くは堺にもうちょっと攻めにかかってほしいということなんですかね。と思いますし、はい、大山右に振ります。奥井は比較的下がり目の位置からアーリーのクロス、フアンマ・デルガドヘディングで落としてセカンド、バラダー、キミーゲット、来ました先制、大宮アルディージャ。フアンマの落としでした。いや素晴らしいと思いますね。これ町田の選手も誰も攻めなかった。でボールもね、少しこうあんまりこう背後に行くんじゃなくてね、マークこう対空時間をかけた、ボールだったと思いますね、ここね。まあ、本当に狙ったところにね、バラダのところを落として、でそのままダイレクトでシュートしましたよね。まあ、完璧なその崩しじゃないですかね。コンパクトに守っていた町田ですけれども、ここで破られました。改めて角度を変えます。そうですね、少しこう、まあ、アウトサイドに、ね、かかっている部分はありますけど、マークやっぱりこう